生と死を繰り返す螺旋に我々は囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。そろそろ始まりますね。2023年1月からの放送が決定し、いよいよ熱を帯びてきたテレビアニメニーヤオートとゲームムービーの印象が、おそらくそのゲームをプレイされた方からすると相当強い。ゲームのムービーそのものがとても美しくて完成されてるっていうところなので、それをあまりこう強く変えたくはないなっていうところが自分の中でもあったので、それをアニメに置き換えつつ、まあプラスその間を埋めるではないですけども、変更された箇所も含めてよりムービーシーンに近づけるような作品の中にそういうものを組み込めていければいいな。2023年1月より放送スタートとなるテレビアニメ「ニーヤ・オートマタ」バージョン 1.1 へ、果たしてどんな物語になっているのか。来年1月からの放送をぜひお楽しみに。そして10月よりキャラクター PV 続々解禁。人類に栄光あれ。